足音、水の幼州私は三年ばかり前に、ある丘の森の中に住んでいたことがある。その森というのは、欅の大木がまばら立ちに立っていて、落ち葉時になるとその中の家が残らず現れて見える。家はちょうど五軒あった。 入口の2軒は百姓屋で、次の家は駄菓子を売る小さい店。その次が私のいた家で地主だ。主人夫婦はもう60近い老人で、子は一人もない。主人は終日ぶらぶらしていたが、神さんが朝から晩まで家の周りで働いていた。そこに私が下宿することになったのである。 私の部屋は四畳半で十二階になっていた。南向きの日当たりの良い窓を開けると、森の大木の幹が何とも言えず古びた色をして、そのシワまでが見える。大きい枝がずっと庭の方に差し掛かっているのが、いつもいつも同じように目に入る。春のことであった。 暖かい日が丘一帯を照らすと、その森の大きい木は一斉に目を吹いて若葉の香りがする。優しい日の光はその上を照らして、この森から丘一帯にかけて何もかもしおれているものは一つもないようになった。ある晩のこと、私はランプの影で、 あてもない考えをしていた。外は闇だ。じっと静まり返っていて、暖かく懐かしくはあるが、何かが迫ってくるようである。このあてもない考えをしているうち、私はなんとなく、どうしても笑みを漏らさずにはいられなくなってきた。火を見つめていると、一人で心が溶けて、 懐かしい思いが浮かんでくるようで、私は、なぜか自分のそばに誰かが座っていて、私を後ろから見守ってくれているような心がする。こんな感じがしながら座っていると、私は、窓の下に歩み寄る足音がするように思えた。首を上げては耳をすまして、じっと聞くと、庭の方から、 忍び足に近寄ってくるものがあるように思える。庭の木の間を縫って湿気のある土をしとしと,と音をさせながら歩いてくるようで、その音が胸にひしひしと迫ってくる。庭の木の間を縫って湿気のある土をしとしとと音をさせながら歩いてくるようで、その音が 胸にひしひしと迫ってくる。私は心を一つに集めて聞き耳を立てた。足音は窓の下に来て旗と止まった。すると同時に人の気配がしてその息が戸にかかるように思えた。私もそれに連れて息を潜めてその外の人を伺うようにした。 そうすると、胸は大波を打って、血が頭に集まってくるようだ。何とも言えない心持ちになって、外で第二の音をさせるのを待っていると、外の方でも、見じろぎもせぬようである。私の心は、ますます一つに集められて、この、戸を透かして外が見えるようである。私は、 心に明らかに外の景色を描きうるように思えた。外の人は黒い影のような人だ。その体をひたと取に寄せて私を伺っている。何か私の考えているものを盗み見しようとしているようである。その時、下で時計が十一時を打った。それが、 まるで葬式の鐘のように聞こえた。私は急に火を消して床の中に入った。すると外の人は立ち去っていったようである。彼が何しに来たのであろう。私はいくら考えてもわからぬ。また思い出す人もない。 そのまま考え疲れてその世は眠った。次の晩になるとまたその足音がする。やはり同じ時間に柔らかに湿っている土の上を踏んでくる忍び足の音が静かに忍び寄ってきて、そのところで旗と止まる。その次の晩も次の晩もその足音が来る。 私は、姉妹には心が死じゅうものに襲われているように思えて、不安でたまらなくなった。それから幾晩かして、私は珍しく若い妹のある友達のところで、夜をふかして帰ってきた。その時は、もう薄月がさしていて、道を歩いていると、どことなく水の流れる響きが聞こえる。何とも言えない。 楽しい思いがする。私は、その友達の妹、ミキさんという、そのミキさんの、薄着で花を包んだような方の色をして、快活そうに話す姿を思い出しながら、久しぶりで若々しい夢のような思いに紛らされて、ニコニコしながら歩いていると、森の道に入った。百姓屋の灯火が小さく、 その台所から差してくる脇を通ると、菓子屋の店に障子が閉めてあった。それについて右に曲がっていくと私の家が見える。私の部屋も見える。そこまで来ると私は立ち止まった。私は窓の下に例の人が立っていはしまいかと思えてそっと透かしてみた。 そこには何も見えぬ。黒い影もない。しかし、私はなぜか毎晩する足音の主はこうするのである音を持って、庭の軌道を開けて足音を盗んでその窓の下に忍び寄った。私の部屋にすでに人が住んでいて、その人が胸の奥に描いている美しい絵を盗み見したいように思えたからである。 窓の下に立って、ひたと戸に体を寄せてそっと伺うと、私は心臓の響きが盛んになって息が弾む。その息を殺して戸を透かして中を見ると、不思議ではないか。その時、私は部屋の中に明かりがついていることに気がついた。はっと思うと、ますます胸が躍るのであったが、 私の部屋の中に、私の机の前に、確かに、誰とも知れぬ人が、座っているのであった。1906年間の私文集、荒ぎ書集。